第9章魔女のよみがえる日。わらわの記憶が間違っていなければ、確かここで見た覚えがある。間違いない、あれであるな。クワドリリオン。お前は千兆分の一の確率でしか祝福されないか。あの謎を解ける者が現れる確率を、そなたは千兆という名の奇跡に見立てたのか。わらわの想像通りならば、あのレリーフが仕掛けだ。そういえば、礼拝堂を大掃除するとき、あの源氏がわざわざこのレリーフだけは自らの手で磨いていた。その程度のこと、なぜ若い使用人に任せぬのかと不思議に思っていたものだが。クワドリリオンから鍵の選びし6文字を生贄に捧げるということ。この文字、まさか。いや、そうでなくてはならん。でなくては生贄に捧げられぬからな。やはりな。そういうことか。ならば、あとはわかるぞ。よしよし、この9の鍵は違う。お前は外れだ。
A も生贄であるな。そして I も二つ生贄だ。最後の N も生贄か。 L は一文字を生贄であるが、困ったぞ。 L は二つあるではないか。どうせ二通りしかない。誤りだったらもう片方を試せばいいだけのこと。これにて第一の番は終了だ。続いて第二の番。D と R が寄り添っているが、これを引き裂くとはいかぬ。抜けばよいのか。えぐりて殺せはおそらく鍵をひねって回してから引き抜けという意味であるに違いない。となれば頭から足はおそらく左の文字鍵から右へ順にそれを行えという意味に違いあるまい。それで引き裂けと考えた場合、この D と R、 二次の間隔を開けよと読み取れるな。しかしどうやら、またしてもやり方は二通りであるぞ。違う、そうではないのだ。さっきの L から間違っていた。そして次がまた難題であるぞ。我が名を称えよとな。UDRLO、 この5文字をどうにかすると何かの意味になるということか。ここまで来て訳のわからぬ謎をこの5文字でどう我が名とやらを称えろというのか。我が名とは金図を指すことだけは間違いない。ならばやはり U は後ろ宮を指すのか。イニシャルであるとか。ならば DRLO は何を意味する。金図も意味せん RO で、まさか六軒島を。六軒島の主金図がまるで足らぬ。
D ロード U 後ろ宮後ろ宮卿どうか第四の番に頭をえぐりって次第五の番胸をえぐりて殺せの晩に魔女はよみがえり誰も生き残れはしない ライオンの像が。なるほど、ライオンの道案内に従えということか、金蔵め。凝った仕掛けを作りおる。だというのか金蔵見つけたんですかおじい様の黄金をはい長い長い時間をかけてたどり着いた黄金鏡でした過去のゲームによるならばそこには地下の貴賓室がありそして10トンの黄金がはい地下への武骨な階段を降りていくと突き当たりには扉が中はまさに貴賓室と呼ぶべき美しき内装でした見つけたのは黄金だけだったのかはいその時は積み上げられた黄金に目がくらまぬわけもありませんでしたこれは本物なのか？
そなたは自分の力だけでたどり着いたのか。親方様は碑文を最初に説いた者に黄金と家督のすべてを譲り渡すとおっしゃられた。そしてその人物がベアトリーチェであると信じた。ベアトリーチェ、私が。これは運命だ。お前は今日を迎えるのが運命だったのだ。こっちへ来なさい。あ、はい。これに着替えなさい。これは？かつてお前が着ていたものだ。